小泉一馬のイちゃーんーということで、可愛く始まりました。小泉一馬トークチャンネルイちゃんです。でね、今日の2本目ですけども、今日はね、いっぱい撮ります。議員は市民より上なのかっていうことですね。これ当然ね、そうじゃねえだろっていうことですよ、皆さん。だけど、 あのね俺議員自体はそういうふうに本当に思ってんのかなっていうことを考えちゃう時があります。今回のね3月議会でもそんな場面がありましたんでちょっと皆様にもね考えてもらいたいなっていうことでこんな話してみます。でねあのー、先,ほど先ほどっていうか1本目で審議会の話しましたよね。あの長野市が自分だけで 政策決めてちゃまずいから外部から委員さんを委嘱してね審議会委員会っていうのを作ってその意見で政策決定していこうっていうそういうのを審議会委員会なんて言います長野市にたくさんありますでその中で決め事っていうのがね今までありましてだけどこの決め事がねちゃんと運用してねえじゃねえかっていうことをね議員は質問したりするわけですよ小泉もやりますし他の方もね はいこれ長野市の内規です。審議会等の設置及び運営等に関する指針審議会を置く時のガイドラインですね。で女性の参画、ね、男女共同参画社会ですよ長野市男女共同参画基本計画に基づき委員の 40%40% 40ですよを目標とするそういう 目標がありますけど、あんまりこれは達成できてません。正直な話。だからね、それをやれやれっていうのは議員の仕事です。であとね、市民参加。原則的に市民公募枠を設けて、広く市民参画を呼びかける。で、市民公募枠は委員の20%以上を目標とするってことなんですね。で、あと年齢構成幅広くっていうのは、これもまあ当然なんですが、今回、小泉がね、ちょっと引っかかるところは、 市民公募枠です一応今ね現状長野市には委員会手数の 20%5 分の15分の1ですよはね市民から公募しましょうねっていうそういう原則があります。だけど議員はねそ市民公募枠ってあんまり重要に考えてないんじゃないかなって思わせることが今回ありました。どういうことか っていうとね小泉が所属している委員会あの常任会はね福祉環境委員会っていいますで今回の3月定例会には市民病院のね独立行政法人化に伴う議案が何本か出されてきましたその中の1本にえっ、ー、とね 地方独立行政法人長野市民病院評価委員会条例案っていうのがあります。これつまり審議会です。審議会をこれから新しいのをね、立ち上げましょうっていうそういう議案が出てきました。で、これがそのね、まあ、あのー、なんか概要なんだけれども、よいしょ。委員会は委員6人以内。 で,6人でさっき市民公募枠20%って言ったじゃないですかそうすると 6×0.2 で1.2ですよ1.2は、まあ、切り捨てて1人ですよね市民公募枠1人なんですでその市民公募枠1人っていうもののね採用が委員会審議の中でどうも消極的だったんで小泉は。 いやその一人のね市民公募枠ちゃんと市民から公募して選任するという努力をしてくださいということを小泉は申し上げましただけどね小泉以外の委員は違うんですよ小泉以外の福祉環境委員は議員を入れろっていうんですよねでねここにねトととと,と 長が必要と認めるるもものあありますよねねこれねどうも1枠あるらしいんですでそこに小泉は市民公募枠をねはめろっていうんですけども他の議員はいやそれは議員長野市議会議員を置くべきだっていう意見でしたで委員、あのー、議会でね定例会で委員会審議が終わると 委員長報告っていうものをまとめます。今回の委員会の審議状況こんなふ、こんなふうでしたっていうのを、ね、出すんです。そこにはね、こんなふうに書かれています。よいしょ。でね、市民病院の運営方針を定めるっていうことに関して、市議会では平成13年以降、行政と市議会の機能を明確化するため、 本市が設置する付属機関への議員の参画をしないこととしておりましたが、地域や住民に対する影響が大きい重要事項を検討する付属機関については、委員として参画してきた経過を踏まえ、地方独立行政法人化後の運営に関して積極的に関わっていく必要があると考えますと。これな、どういうことかっていうと、さっきのね、 これですよ長野市民病院の評価委員会条例これに委員会の委員として議会の議員を参加させろよっていうことを言いたいんですでつまりね市民が参加するよりも議員が加わった方が審議会としてより高度に機能すると彼らは言いたいんだと思いますだけど果たして本当にそうなのかって小泉は思うんです それは、ね、議会はね、市民の皆さん、有権者の皆様から投票をいただいて選任された代表ですよ。代表としてのパワーを持ってるし、発言権も持ってるし、議会では議決権、採決権を持ってます。だけどね、特別な分野、例えば今回は病院の経営、その評価っていうことですよね。そういいったものについて 本当に議会のね誰もが市民の特に秀でている方俺やりたいんだって委員やりたいんだって公務枠に応募してきてくれたくれるような市民の方よりも能力的に議員の方が本当に上なんだろうか。ね議員の中でね医者やったこととか病院経営やったことなんある人なんていませんよはっきり言って。 だけど市民の方の中には、俺は病院の事務局長やったんだとか、医療法人の理事長やったんだ、今は引退している、そういう方だっているわけですよ。そういう方が市民の公募枠に、ね、手を挙げてくれたら、これは強力な、ね、メンバーになれると思いませんか、皆さん。長野市議会議員の定数ってね、39人なんです。でね、長野市全体、 人人口38万人ですよつまりだけどねその平均して1万人よりも1人の議員の方があらゆる能力が秀でてるかっていうとそんなことありえないですよね。むしろ1万人の市民の中には議員さんよりも特定の分野においては優れた指揮権や知識経験 持ってる方はいっぱいいらっしゃると思いますよ、小泉は。ましてやね、38万人なんて言ったら、議会の誰もが及ばない特定の分野についての意見を言える人、いると思います。ので議会はね、議員は総合的な見方をします。そういう方が求められていると思いますよ。だから議員の、議員のね、議員としての価値はもちろんあるけれども、 それはね、審議会の委員としても、オールマイティに、機能できる、そういう資質なのかなって、小泉は思うんですよね。だけど、小泉以外の議員はね、そういう考えはしません。でね、そこで帰るんですけど、元にね。あ、落ちちゃった。いいや。<laughs> ここなんですよ、これね。 議,民は市民議員は市民より上なのかってことそんなことありえないと思いますで小泉はね原則20%というね市民公募枠審議会の運用に際して長野氏が持っているんあれば極力厳格にそれをね適用するように頑張っていただきたい議会がね圧力加えたから じゃあ議員さん入れた方がいいんかねなんてことは考えていただきたくないと思いますその結果として市民がね市民の枠が弾き出されちゃうとすればねそれこそ市民参加の道を閉ざすものですよ市政への。もしどうしてもね俺議員だけどこの審議会に加わりたいんだっていう議員がいたらいいじゃないですか。 市民公募枠に応募してくださいよ。論文書いて応募してくださいよ。それで選考を通れば、みんながあなたが適任だって認めます。小泉は市民公募枠維持していただきたいという考えです。今日の小泉ちゃん、議員はね、市民より上なんてことはありえないっていうのが今日の小泉の 一番言いたいことでしたじゃあ皆さんもこのこと考えてみてくださいお願いします <music>